後半戦はリードエフォートエールズのキックオフで再開する形になります。キックオフいたしますのはエールズの2番の石井です。広島大学出身。対しますサイドワインダーズリターナーには8番と12番が配置しました。8番は竹原、神戸学院大学出身。12番田原、立命館大学出身のチームのバイスキャプテン。サイドワインダーズ12番がリターン、中央を切り込みまして自陣30ヤード付近の攻撃位置を確保します。この位置からサイドワインダーズの攻撃に変わります。12番は田原、立命館大学出身。さあ現在は5点不利な状況になります。サイドワインダーズの攻撃から後半戦は始まります。ボールオンは自陣31ヤードからサイドワインダーズファーストダウン10。まず中央へのランプレーを投入しました。託されましたランニングバック10番密集点0番ですね、密集点をつきまして約4ヤードのゲインとしています。ランニングバック0番は神戸、神戸学院大学出身。サイドワインダーズセカンドダウン6、ボールオンは自陣35ヤード。ドロープレー、パスに見せかけたランプレー、裏をつくように中央へのランプレーを展開しました。今日つくような形で中央を突破しました0番、ゲイン約4ヤード果たしております。ここはキャリア0番高下の総力でまず状況リズムを作ろうというところでしょう。サイドワインダーズサーダウン2、ボールオンは自陣39ヤード。今度はクォーターバックのランプレー、しかし攻撃権更新に至っておりません。残り1ヤードというところでフォースダウンに変わります。ここはエールズのディフェンスが奮闘しました。さあこのフォースダウンの判断ですが、サイドワインダーズ体型を大きく変える模様です。サイドワインダーズパントフォーメーションを取りました。フォースダウン残り1ヤード、パントフォーメーション、このパントは左サイドライン際エールズ陣24ヤード付近で外へ、失礼しました、エールズ陣25ヤード付近で外へ出まして攻守交代と変わります。まず最初のサイドワインダーズの攻撃は結果的にフォースダウン4回の攻撃で終了という形になりました。さあ今度はエールズの攻撃に変わります。ボールオンはエールズ陣25ヤードの位置にセットされております。リードフォートエールズファーストダウン10。一気に行っている。残り10、5、エンゾーン、タッチダウン。ここでエールズはオプションプレーを選択しました。ダイブフェイクオプションです。
一旦フルバックにボールを持たせるかに見せかけ、そこからクォーターバック右に展開。後方にいたランニングバックにピッチせず自らキープを選択しました。この判断が当たりまして右オープン一気に独走、そのままサイドラインを駆け上がってエンドゾーンに走り込んでタッチ。リードエフォートエールズ6点追加となりました。見事なタッチダウンランキングを決めましたクォーターバック4番は信弘、京都工芸繊維大学出身。キック決まりまして1点追加、リードエフォートエールズ14点、サイドワインダーズ2点となりました。鮮やかなオプションプレーでした。アイフォーメーションからのダイブフェイクオプション、1980年代後半から2000年にかけて関西で非常に流行したオフェンススタイルです。ある意味クラシックですが、しかし高度で、そしてスポーツカーのような素晴らしい魅力あふれるオプションプレー決まりまして、リードエフォートエールズ見事タッチダウンによりさらにリードを広げる形に成功しております。かつてこの攻撃を駆使し甲子園ボールを賑わせたのが関東の名門法政大学です。当時のニックネームはトマホーク、現在はオレンジ、そのチームが主戦力として使っていたフリーズオプションもその一種になります。オプションプレーによりましてリードエフォートエールズ得点を重ねました。そのエールズのキックオフで試合再開となります。さあサイドワインダーズリターンに入ります。これはナイスリターン、リターナー12番ボールを持ちまして左オープンに展開。素晴らしいステップワークによりまして相手ディフェンスカバーをかわしながら自陣38ヤード付近の攻撃位置を確保しております。テクニカルで鮮やかなリターンを決めましたのはサイドワインダーズ12番の田原、立命館大学出身。さあこちらもその足で魅了しまして攻撃のリズムを作らんとしておりますサイドワインダーズ、自陣38ヤードからファーストダウン10。クォーターバック18番右に流れパスを投じようとしましたが、ここにエールズ9番がラッシュ、素晴らしいパシュートで後ろから追いつき QB サック約8ヤードロスに変えました。見事 QB サックしましたのはリードエフォートエールズ9番の梅本、近畿大学出身のチームルーキーです。サイドワインダーズ自陣30ヤードに下がりましてセカンドダウン18の状況に挑みます。パス不成功、クォーターバック18番再びパストレーを敢行、後ろからラッシュ殺到しそれでもなんとかパスを投じましたが、そのスローイングの途中で腕をはたかれましてパス不成功となっています。サイドアンダーズサードダウンに変わります。さあこの18ヤードの攻防、サイドワインダーズ突破なるでしょうか。パス不成功、ここでサイドワインダーズはスクリーンパスを敢行しました。ロングパスに見せかけ手前にいたランニングバックにブロッカーをつけてキャッチアンドロンを図るデザインプレーでした。しかしこのパスをランニングバックに10番キャッチできずパス不成功となっています。サイドワインダーズフォースダウンに変わります。サイドワインダーズフォースダウン18でパントフォーメーションを選択します。さあリターンに入る、これはサイドワインダーズもカバーよく
エールズ陣40ヤード付近でボールデッドとなりました。ここでしかしイエローフラッグが発生しております。さあこの反則果たしてどちらのチームにあったでしょうか。ディフェンス側にありましたエールズの反則がありました。ホールディング、相手選手を掴んでいたという反則です。本来はボールを持っているチームオフェンスの反則なのですが、パスプレーの際にレシーバーを掴んだ状態でパスコースに出れない状況をホールディングという形でディフェンスでもコールされます。先ほどはパントプレーでしたが、しかしパスと近い状況でそのカバーにいた選手を長く掴んでいる状況があったようです。この反則によりまして10ヤード抜体、従いましてトータルの更新かかりましてファーストダウンに変わります。結果的にはサイドラインに出ず攻撃継続という形に成功した格好になります。罰則10ヤードですが、審判団ここで攻撃権がリセットされたと判断されました。さあまずサイドラインダーズはこの状況を打開をリズム刻まんとランプレーから入ります。中央突破を図りまして約2ヤードのゲインとしています。サイドラインダーズセカンドダウン8、ファースター。クォーターバック18番、左に展開したランニングバック0番にパス。0番これをキャッチしまして、相手ディフェンス飛び越えるように攻撃権更新です。サイドワインダーズファースター。素晴らしいパフォーマンスを決めましたのはサイドワインダーズ0番の神戸学院大学出身。サイドワインダーズハーフウェイからファーストダウン10。今度はランプレーを投入です。先ほど攻撃権更新果たした0番にハンドオフしまして中央突破し、0番左オフタックル駆け上がって約7ヤードのゲインです。岩田様メッセージありがとうございます。先ほどの判定に関しては正確な判定というのは若干異なるかもしれません。しかしフィールド上にあります審判団の判断がこの試合は優先されます。サイドラインダーズセカンドダウン4、ナイスラン、ファーストラン。この混乱の状況においてランニングバック0番その隙を突くように中央突破、一気に攻撃権更新を重ねております。サイドラインダーズファーストラン。このシリーズはサイドラインダーズ0番神戸の素晴らしいパフォーマンスが光っております。さあ勢いに乗りましてサイドワインダーズ相手陣26ヤードに入りました。この位置からのサイドワインダーズファーストダウン10。
パスは成功、しかしこれはエールズのナイスカバー。左に展開したら2枠、10番にフレアパスを投じ、10番のキャッチアンドラン図りましたが、エールズ素晴らしいカバーでこのパスノーゲインに変えております。結果的には前進なくセカンドダウンに変わります。ここでエールズの一つ鎖を打ち返しました。サイドワインダーズセカンドダウン10。パスは成功。左に展開していた8番に今度はヒッチパス、真横に近いワイパスからキャッチアンドラン図らせましたが、これもエールズカバーしております。しかしゲインは4ヤードのゲインとなっています。キャッチアンドラン図りましたのはワイドレシーバー8番の竹原、神戸学院大学出身。さあサードダウン残り6ヤードの状況、ボールを相手陣22ヤード。パス不成功。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。インテンショナルグラウンディング、不正な前パスを投じたという反則です。5ヤードバッターし、しかもロスオブダウンと変わります。反則発生してまで交代する形になります。インテンショナルグラウンディングはパスの前投げ捨てた際があからさまであった場合の反則です。さまざまなルールありますが、開始点よりオフェンスラインより外に出たところで投げ捨てるか、あるいは中にいる場合には誰かランニングバック等パスを取れる選手に投げなければいけません。誰もいないところに投げるのは反則となります。結果的にフォースダウンロングの状況になりました。サイドワインダーズプレー選択です。さあ突破を図るワンプレーにかけました。フォースダウンギャンブル。パス成功。フォースダウン、なんとこの距離ワンプレーのパスで突破しました。ギャンブル成功。クォーターバック18番から投じられたパスをワイドレシーバー24番見事に切れ込みまして、パスキャッチし攻撃権更新です。サイドナースパス、ここ一番素晴らしいクラッチキャッチ決めましたのはワイドレシーバー24番の井上、大阪経済大学出身、チームキャプテンです。さあ相手陣13ヤードからの攻撃です。サイドワインダーズファーストダウン10。パス成功。左に展開したワイドレシーバー12番へのパスでした。これはエールズ2番17番がカバーしましたが、しかし3ヤードゲインとなっております。キャッチしましたのは12番の田原、立命館大学出身。サイドワインダーズセカンドダウン7。タッチダウン。ここでエンドゾーンに走り込んだ12番へのパスを投じました。クォーターバック18番12番、これに応えまして見事キャッチしましてタッチダウン。サイドワインダーズ6点取り返しました。そしてトライフォーポイントに挑みます。キック成功、1点追加。サイドワインダーズ9点、リードイフォートエルズ14点となりました。再びその得点差は5点と戻りました。
後半戦ここへ来て高下の素晴らしいプレーによって勢いつけましたサイドワインダーズ。最後はクォーターバック18番渡辺からワイドレシーバー12番田原へのパスによりましてタッチダウンを取り返す形に成功しております。この配信は X26 チーム、X313 チーム、計19チームの合同企画によって実現しております。さあまずサイドワインダーズが後半に入りましての状況をタッチダウンで取り返す形にしまして試合を均衡に近い状況に戻しております。そのサイドワインダーズのキックオフで試合再開となります。さあエールズリターンに入った果敢に中央突破を図りまして自陣30ヤード付近の攻撃位置を確保しております。さあここからエールズの攻撃に変わります。思わぬ形で相手に勢いを取られましてサイドワインダーズのタッチダウンを許しましたがその状況打開図らんとここから反撃の攻撃に入ります。ボールオンは自陣31ヤードからリードフォードエールズファーストダウン10。さあまずフルバック中央へのランプレーを選択しました。何枠22番ハンドオフから左オフタックル駆け上がりまして約6ヤードのゲインとしています。キャリア22番はチームの創設者であり代表でもあります山下摂南大学出身。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりましてサイドワインダーズ9点リードイフォートエールズ14点その差5点という状況で最終クォーター第4クォーターに移ります。